皆さんこんにちは。被災三県大学教員有志の会というのがありますけれども、その会の共同代表の一人をしております、角と申します。角機関と申します。名前を聞けば大体わかるかと思いますけれども、在日コリアの3世です。そういう立場なんですけれども、どうしてもこの、ですから通常は政治に関して、なるべく控えめな立場を取るというのがスタンスだったんですけれども、今回に関してはどのような立場から考えても一市民としても、アジアの元々僕はそうでもないんですけど、僕の先祖はそうなんですけども、出身者としても、また学者としてもどうしてもこれに関しては声を上げなければいけないということで、他の被災三県の先生たちと、反対するための会を作ったということなんですけども、今100名程度で構成されております。ずっとこれまで進歩等を行ってきたんですけれども、これからもずっと続けていくというつもりでおります。おそらく今もお話がありました通り、今さら僕がさらに話すことってあんまりなさそうな気がするんですけれども、今の話を聞いていて、なんていうんですかね、賢明な政治家っていうのはどういう人かっていうことを考えると、将来起こるかもしれないということを確実に予想して、それに対してはっきりとした現実的な方法を考えて、それを訴えていくということができる政治家だというふうに思います。そういう政治家のお言葉を聞いたときに今僕は感じております。で少し、10分程度話してくれということで来ましたので、10分程度話す内容を考えておりますけど、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、聞いていただければと思います。今の時代どういうふうに考えたらいいのかということなんですけども、おそらくこれはもう試練の時だというふうに私自身は思っております。つまり、関連法案がですね、法案ではなくて法となってしまったと、法となったということを思って、もうこれは法律だから仕方がないやというふうに黙認してしまうという態度、これは私はアホの態度というふうに言いたいんですけども、いうふうにするのか、いやいや、そういう実際に法律がそうであっても、実定法がそうであっても、それは市民の良識の判断からして間違っているという観点から反対していくのか、こういう立場は一般に、市民的不服従という言い方をしますけども、市民的不服従の精神に立ってやっていくのかという、そういう瀬戸際にあるんだろうというふうに思います。我々のこの被災三県、大学教員有志の会がこの法案ではないんですが、法になってしまっていますけども、反対する理由というのは大体3つほどあります。繰り返し言われていることなので、最初の2つに関しては繰り返し言われていることなので簡単に述べておきたいと思いますけども、それはまずもちろん憲法に違反しているからです。この点についてはもう、議論のおそらく余地はないだろうと思います。つまりですね、大事なことはこういうことだと思うんですね。どのような、要するに法律もですね、憲法にのっとって憲法の許す範囲内で、法律は作られなければならないと、これ基本的には立憲主義と言われる立場の考え方です。でこの立憲主義の原則というものが守られなければ、その国政、ひいてはですね、社会そのものがですね、時の政権、今の安倍政権ですけども、安倍政権あるいは時の政権の恣意によってやりたいがままになってしまうからです。自民党とそれに追従する政党がですね、この安保法案 を成立させたと、これ強行したという言い方が適切かもしれませんが、ということはこの立憲主義という原則を踏みにじったということに他なりません。それはつまりですね、もしこの時点で我々がですね、この法を廃止させる、あるいは無効化させるということをしなければ、我々の社会の未来がですね、我々自身ではなくて、時の政権の力を持っている人間たちによって、勝手に、作り変えられてしまうと、そういうことを意味するわけです。少なくとも学者という仕事はですね、未来のことを予見して、先ほども言いました政治家がそうであるように、学者もそういう点では同じだと思います。予見して、それに対してどういう対策を取ることがふさわしいのかということを考えるのが学者の使命だろうと思っております。その意味で、どうしてもこれは反対しなければならないというふうに我々は考えております。
もう一つはですね、今言った立憲主義に違反しているということ、もう一つはもちろん民主主義に違反しているということです。まあ、ほぼ重なる内容だといえばそうだかもしれません。つまり可決前の段階においてですね、これが反対にしている国民が相当数に上るということは、世論調査であったりとか、いろいろなデモ等からも明らかだったわけです。しかし、まあ、安倍政権とその追従者たちはですね、そういった意思を、国民の意思をですね、尊重するところか、先ほども何度かおっしゃってたように、時にこの嘲笑的な、嘲笑うかのような態度を見せて、国民の意思というのを無視した、民主主義、民主、民の意思を無視したというのが現実だったわけです。で、国の在り方を決めるというのは、その一部の政治家や権力を持っている人間たちではなくて、普通の民であると、ピープルであるというふうに考えるのは、これがまさに民主主義です。その意味でですね、この安保関連法を通したということが意味しているのは、立憲主義とともにこの民主主義を踏みにじったということなんですね。で、民主主義っていうのは実はですね、その市民の良識というものがなければ、これは修復政治と言われる政治になってきます。市民が愚か者で、その愚か者だけがいろんなことを政治を決めていくというふうになっていけば、もうとんでもない変な国になっていくかもしれません。でその意味で、民主主義のためにはまず市民の良識が必要だという関係があります。同時にですね、市民の良識っていうものは民主主義の体制の下でどんどん育っていくものだっていう側面があるだろうと思います。つまり民主主義と市民の良識というのは深い関係にあるんだと思うんですね。で、そういうふうに考えますと、この民主主義を否定するっていうことはですね、実は、安保法を通すってことはもう民主主義を否定したってことなんですけども、これは同時にですね、市民の良識を否定し嘲笑するということにほかならないということだと思います。まさにだから国民なめるなっていう言い方で多くの良識的な市民が立ち上がったということなんだろうと思います。同時に、学者という職業はですね、偉い職業でも何でもなくて、皆さんの例えばお子さんから学校に通わせて、いろんなそのお金をいただいてですね、働いている人間たちです。でその時に我々がやることを、我々がどこに向かって語るのかって言ったら、基本的にはやはり市民の良識に向かって語る、いうことを、市民の良識とともにあろうとするというのが学者なんだというふうに考えております。その意味でこれに反対していく、廃止に持ち込んでいくということは我々の責任なんだというふうに考えております。で最後にもう一つなんですけども、被災三権ということを我々あえて言ってるんですけども、もちろんこれどうしてかって言いますと、ここに来ている以上ですね、我々が命の尊さというものを訴え続けなければいけないと、これは我々のおそらくある種の責任なんだろうというふうに思うわけ。つまり時東日本大震災で多くの人を亡くなっております。亡くなって、知らないでくれと多くの人が誰かに対して願ったと、そういう思いが、命に対するこう痛切な思いがですね、幾重にもこう重なり合ったような場所っていうのは我々の場所だったと思うんですね。そしてそれが実は現実にはその願いが通じなかったということを知らなければならなかったような場所です。でそういう場所に我々は生きていると、少なくともここにいる人たちはということなんですね。このことをに、思いをいたすときにですね、どうしても命の尊さというのを訴え続けなければいけないというふうに思うわけです。当たり前のことなんですけれども、まさにここに書いてあることの重要さなんですけれども、他の何もどんなものでも取り返すことができるとしても、命だけは決して取り返すことができないという現実があります。それでもというよりも、おそらくそうだからこそ我々は例えば死んでしまった人に対して、思いを断ち切れないという状態に常に陥ってしまうということなんです。取り戻すことはできないんだけども、それでもその失われた命というのを思わないでもいられないと、思わないでもいられないというのが我々の、ある種宿命的な状況だと思うんです。そうだとすれば、ここから出てくる結論は一つしかなくって、私たちができることっていうのは、現に今ある命を可能な限り厳粛に慈しむっていうことだろうというふうに思うわけなんです。
で戦争というのはまさにこの命を厳粛にとあの慈しむということの対極なんですね。でその道を開こうとするのがあの戦争法案、戦争法です、その意味であのここに生きている私たちとしてはあのこれに反対するということは、その意味でも本当に特別な責任があるんじゃないかというふうに私自身は考えています。もう一点加えておきたいことなんですけども、憲法が国民のためにあるということはもちろんその通りなんです。ただしもう一つ重要なことなんですけども、あの現憲法の起源というものをよくよく考えてみれば、ただそれだけで済まされる問題でもないということも事実なんですね。つまりかつてその旧憲法の下で大日本帝国という状態であったその日本は、アジアの国々に対して侵略をし、その何て言うかね、平和な暮らしであったり尊厳であったり命であったりとかっていうものを奪い続けてきたという事実があります。でその当時においてはその事実を多くの日本人の人たちが理解しないままで、ところがその後に自分たちもまた多くの尊いものを失わなければならなかったという現実があります。つまりどうしても考えなければいけないことは何かというと、日本のその近代化の初期において起こっている加害の側面と被害の側面、この両側面があるということなんですね。もちろんもう膨大な広島とか長崎の膨大な被害を被ったということも事実なんですけれども、同時に膨大な加害をしてしまったということもまた事実だということなんだと思います。ですからそういう観点から見てくるときに、現憲法がですね、日本に暮らす人たちが平和のうちで幸福を求めて生きるということを、これを権利として認めていること、これが現憲法の精神なわけなんですけども、同時にですね、これは要するに被害の側面から出てくることなんですけど、同時にですね、その憲法の成立の背景、つまり課題の側面に立ち入って考えるとですね、現憲法はですね、ただ日本人に対する約束ということだけには済まないんだろうと思うんですね。それは同時に世界の人々に向けた約束でもあるんだろうと思うんです。つまり世界の人々に対して日本が再び平和のうちに幸福を求めて暮らす権利を破壊するということはしないという世界に対する約束でもあるんだと思うんです。安倍政権はこれをまさに日本に対する約束と同時に世界に対する約束も破ってしまったということなんだろうと思います。あの約束というものはですね、一方的に破るということ、保護にするということはどこからどう考えてもそんな権利はありませんよね。ことの性質から考えて約束とはそういうものではないわけで、約束という事柄の約束という事柄の性質上ですね、一方的にそれを破るのはありえないんですね。でありえないことをやっているのが、まあ、安倍政権と言わざるを得ないということなんです。その安倍政権というのがですね、何がおかしいのかということなんですけれども、実はですね、先ほどのお話がまさに福島先生のですね、お話がですね、未来をしっかり予見するということだったと思うんですけども、全く逆なんです。未来を全く予見してないんじゃないか、あるいは変な風に予見しているというふうにしか言えない。これどういうことかっていうです、言うとですね、例えばですね、安保法が成立した直後にですね、テレビなんか見てたらですね、プーチン大統領と会いに行った時になんか喜びさんで小走りにちょ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 いと走ってた姿、あれびっくり私したんですよね。要するに日本のこの未来が大きく変わってしまうかもしれないというような法律をそう通した総理のとの態度とはとても思えないということなんです。で審議中に見えた態度というのも非常に嘲笑的な態度、嘲笑うような態度がいっぱい見えたと思うんですよね。要するにこういうことから透けて見えてくるのは何かっていうと、何を自分がやっているのか、あるいはことの重要さっていうことを当人自身が全く分かってないんじゃないのっていうことなんですね。生き死にがかかっているということが分かってないということなんですね。これ何に似てるのかって言ったら、これゲームをやってる人の感覚なんですね。ゲームに没頭してる時になんかわーって子供が熱中してやってる時の感覚にあの人は近いんじゃないかなっていうふうに思うわけで、だからゲームやってる時っていうのはリスクをあんまり恐れないですよね。別に要するにゲームやってるプレイヤーがですね、死んだって現実には死なないわけですから、だからリスクを恐れずにハイリターンっていうんですかね、ものすごい攻撃的になったり無茶なことをやったりする、これそこに面白さを感じてるわけです。
ですね。でそこのところをそういう感覚で政治をやっているんじゃないかということを感じる、うん、だからそんな人がですね、あの問題はですね、あのすみません時間がだいぶ動かしてる、あの原発事故の教訓って何だったかっていうとですね、未来にもしもね、あの可能性が仮に少なかったとしても全面的に破局みたいなことが起こるようなことであれば、これ可能性が少なかったとしてもそれ絶対やめた方がいいっていう話だと思うんですね。こういうことは戦争法も全く同じで、可能性としてはどの程度あるかわからない、でも可能性が少しでもあるんですね。これでその時に起こる出来事っていうのはゲームの中で起こるような出来事ではなくって、人が生き死にするという問題なんですね。そうである限り可能性が少しでもあったらやめよって、こういうことにならざるを得ないというふうに思うんです。それが分かってないっていう、まあ、唯一っていうか一番分かってない人があの安倍総理じゃないかというふうに思っております。そういう事情等々を考えますとですね、我々はですね、普通の要するに法律がありますと、でそれをちゃんと守るのが市民ですというような考え方を一歩踏み越えてですね、むしろ良識というものをもっと重要にして、良識の観点から法が違っているのであればこれに反対をするという、先ほど言いました市民的不服従の精神というものを我々はもう一度磨いていくという必要があるだろうと思いますし、私自身も、まあ、大学という場におりますけれども、大学でいろいろな発言をすることがどんどん難しくなっているという状況ではありますけれども、大学の中であのこういった市民的不服従の精神、物事をよく考えるということを学生たちに伝えていきたいというふうに思っております。皆さんと一緒にぜひ、この法を、法じゃないですけども、廃止するように頑張っていきたいと思っています。どうもありがとうございました。